割れてるの意味わかんない。山が割れてるから。こういう鍋みたいになってるから。穴割りって知らない。嘘だろ。調べようとしちゃったけど。俺が間違ってる。絶対言っとって。あれはもうちょっと行きますよ。はい、さっき見えました。あそこ、そこですよ。あ、もうそうだったよ、あれ。三脚。あ、戻った。バックになります。バックやる。何や、集合写真撮るじゃん。いいっすよね。集合写真ここで行ってくるの。誰かに撮ってもらえますか。あ、そっか。じゃあ、時の声かけで。え、時の声かけで。何や、あの、お疲れ様する人が聞こえちゃったんすから完全に申し訳ない。今、点になっちゃった。お名書きって書いてある。え、あ、本当だ。嘘じゃないんだ。なんだ、なんだ。で、誰を報道したんだ。なんかいる。違う人、塩原さん。とりあえず撮るんだ。あ、確かに。でもすげえ怒ってないですか、ウィンクしてる。あ、これ志村ですよ。え、嘘。え、志村さん。切り目がいいですか。やっぱこれもウィンクしてるの。みんなウィンクしてるのかな。お、花が綺麗だ。みんなやっぱ花見てるんだね。ですね、これ。だよね。だってみんな花が好きそうな顔してるもん。
コロナ対策だった。ですね。写真撮っとく、綺麗だから。どこで？成田山赤城寺って書いてあるよ、これ。集合写真。うん。いいっすね。それかこのお医者の前で。このお医者じゃ誰だかよくわかんねえ。あ、初代住職だって。本当だ。あの体の悪い場所をね、撫でるといいみたい。あれ長野のさ、お寺にもそんなのあったんだよね。あれ盗まれちゃったします？なんか別に帯で。あ、でもすぐ捕まったじゃないですか。うん？すぐ捕まりましたね。捕まった。民、民調？なんだっけな。なんか名前があって。木星みたいななんかね。あぐらかいてる。頭触ったけど。でみんないろいろ撫でるからもうテロンテロンなの。頭悪いんだから。もう全身触ってくればいいの。ヒロミちゃんおっぱい触ってた。触ってないから。